皆さんこんばんは、 MK です。マリオストライカーズバトルリーグパート8やっていきましょう。今回も前回に引き続きカップバトルのギャラクティックモードに挑戦したいと思います。前回はキャノンカップをプレイしてボロボロに負けてしまったんですよね。でもその後トレーニングをしたりギア調整をしたので、なんとか今回リベンジ戦いけるんじゃないでしょうか。 MK さん頑張って勝ってくださいと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして MKさんいろいろ考えてきました。まずキャプテンはこちらクッパにしたいと思います。クッパは、ギアをつけるとフィジカルがマックスになるので最初のボールの取り合いに強いんじゃないでしょうか。そして左右はこちら、ロゼッタとヨッシーにしていきましょう。クッパで奪ったボールをこの2人に回してなんとかシュートが決まらないかなという感じですね。そして後ろはとりあえずキノピオにしていきましょう。キノピオはね、前回ギア調整をしてスピードマックスをやめて若干下げてパスにその分回したんですよね。で後ろからパスができればまあ結構うまく回るんじゃないかなと、そういう安易な考えでございます。よし行くよ。で色はじゃあヨッシーとクッパに合わせて緑でいきましょう。コートはじゃあリゾートジャングルどうでしょうか。多分ドンキーのステージですよね。特別な BGM が聞きたいので、相手もできればそのリゾートジャングル選んでおいてほしいんですけども。はい、まずはフライヤーズ、ステージはどうだ。あー違うねこれはルイージマンションのやつ、ピーチ城か、ちょっと、ピーチ城ですね。ちょっと合わせてよ、そこは。特別な BGM 聞きたいんですって。よし、行くよ。BGM にうつつを抜かしている場合ではございません。フィジカルお化けからのシュート。あー、無理か。オッケー、いやー、無理か。うわ、今の、今足長いね、ピーチさん。ピーチの足が長い。ちょっと待て。ここ、危ない、危ない。あ、待って、危ない。よし、よし、よし、危ない。おー、ありがとう。ブンブン様様だったな、今。はい、ここ、ボム出して、ちょ、MK さんもボムでやられたら意味ないんだが、パーフェクトシュート。待って、待って、待って。はい、ここ、とりあえず、ルイージ、あーら。ルイージ叩いとこうと思ったけど無理でした。はい、でここ爆破させて、いけ、うわー、オッケー、フィジカルお化け。はい、ここパスしてパーフェクトシュート、素晴らしい。待って、成長してる。 MK さんの成長が著しい。今の見た、この華麗なパスからのパーフェクトシュート、空中で決めていく、うまくない？これよ、これがやりたくてフィジカルとシュートの組み合わせにしてんのよ。はい、でこう来て、待てよ、ヨッシーに飛ばしてパーフェクトシュート。でクッパ走れ、クッパが走って蹴った、あー間に合わないか、今の間に合ったら熱かったな。はい、でシュート、クッパもちょっと高いんだな。そう、クッパもフィジカルマックスだけどシュートも結構上げてるんで、この調子で待って、加藤、これさ、ハイパーストライクとか当てにしてたらマジダメ。これマジで自力で点数取りに行かないと勝てねえから、でヨッシーにパスしてパ、あー、嘘、うまっ、うまくね、ちょっと待って、ほら、ナイス、キノピオが、あ、キノピオが、あらー、まあまあまあ、しゃあねえな、ルイージ吹っ飛ばしといて、クッパにパスが回ってきました、あら、ちょっと待って、キノピオ、ナイス、それが取れたらでかい、それが取れたらでかい、あら、ちょちょ、よし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 、赤コー、ボム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 いったよ、赤コーラ、あ、いった、これいった、落ち着け、はい、はい、うますぎる、すごくない？今ヨッシーってそこまでテクニック高くしてないんで、今のは MK さんのテクニックよ。ヨッシーのテクニックじゃなくて MK さんのテクニックが炸裂しました。もうこれでさ4対4だよ。え、ちょっと前回負けてた MK さんはどこに行ったの。はい、ということでこの調子で勝っていきましょう。もうこれありえないぐらい点差開かせないと勝てねえからな。わあ、うまいね、今度も、あ、スター、ちょっとスター、スター、スター、あ、間に合い、間に合い、ブンブン、ありがとう今のはブンブンファインプレー、後でご飯おごってあげるよ。そしたらパスして、ちょっと待てよ、よし、パーフェクト、うん、まあ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 、ほらルイージ吹っ飛ばしといて、こう来た、またスター取った、ちょっと待って、スター取りすぎ、スター取りすぎだって、ちょっと待って、ちょっと、はい、赤コーラで一旦ここはじいて、ちょっと待って、スター、危ねえ、スター終わったな、スター終わったな、ちょっとスターやりすぎな、ちょっと限度があるから、さすがに。でここ、あら、うまい、パーフェクトシュート、また相手スター取ったよね、ちょ、あー、しかもやばい、これやばいことになった。はい。ダッシュで、ああ、危ねえ。ダッシュで逃げろ、ダッシュで逃げろ。はい、で、ここパスして、落ち着け。ロゼッタに、これ、うまい、うまい。今の見た、今の余計見た。今 MK さん狙ってやったかんね、ちなみに。あ、やべ。ちょ、待って。え、これ終わった、これ終わった、いや、スター、今スターだったよね。どうせ無理だったか。え、今どうだった、水色オレンジ。よく見てなかった。
水色だったら無理なんですけど、あとは A 連打でなんとかなるかもしんないよ。 A 連打していくしかないよ。もう MK さんはここ A 連打で勝つしかないの。 A 連打で勝つしかない。 A 連打 OK、 うまっ。 MK さんのこの連打力素晴らしい。はい、そしたら落ち着け。はい、こう来てパーフェクトシュー。うわ、今のめちゃくちゃいい流れだったんだけど、なんで、あ、待って、パス無料。おっと待って、スター出すぎ。あぶね、スターです。あら、ブンブン守ってくれ。何やってんだ、ボム兵見てる場合じゃないだろう。爆風で見えなかったか今。ほら、ボム兵の爆風にブンブンが目をくらましているうちに、どこ見てんだブンブン。今の爆風うまっ。いや、そんなのないと思うけどね。パーフェクトシュート、待て、取れ。あー、なんでそれが取れない。で、ここでパーフェクト。あー、馬のちょっとずらしすぎたか。若干ずらすのはね、毎回意識してるんですけど、それにしてもずらしすぎたかもしれないな。で、ここでおれい、待て、あぶね。おー、上、いや、今のまあ取らなくてもさすがに入っていなかったとは思いますけど、パス。はい、で、こっちパスして、あー、危ないよ。パスからのパーフェクト。まあそんなもんだよな。マリオを倒して、ここルイージをアタックルからの、あら、うまっ !2 発も、ちょ、何が起こった今何が起こったのか全然わかんなかったよ、MK さん。危ない、ちょっと待って、危ない、いやーやばい。ちょっと待って、これさ、4点取って勝ったと思ってるでしょ、みんな。ダメ。やらかすから。40秒でしょ?ある。相手も全然あり得る。パーフェクトシュート!クッパ取れ、クッパそれ取れって、オッケー、ナイス。で、落ち着け。はい、ここ奪って、ここ、あ、待て。はい、バナナ。あ、いった。はい、あー、微妙すぎる。これ、今のが水色だったら、さすがに勝ち確だった。でも、ちょっとオレンジ引いちゃったんで、もう運ゲーっすね。うわー、これ、せめて水色オレンジの方が入りやすいとかあんのかな?ちょっとその辺よく分かってないんですけども、とりあえず、前に何体か置いといて、ここ弾いたら撃つしかねえから。弾いたら、はい、蹴る。オッケー。待って、なんでちょっと今の怒っていいね。なんでそうなった?ちょっと待って。ほら、やばい。やばいよ。ちょっと待て。やばいよ。はい、マリ、ちょっと待てよ。落ち着け。まだ、これみんな勝ったと思ってるでしょ。全然勝ってないからね。ちなみに。オッケー。ここで前に出るよ。前に出てから蹴っていく。オッケー。あぶね。あぶね。いや、本当に、今、途中危なかったじゃん。あるんだって。あるの。今までと違うから。前回の、レギュラーカップの時は、まあ、4点取ってれば勝ったなって思ってたよ。でも、この、アルティメットギャラクティックファイナル、ローリングカップになってからはもう無理。勝てません。あれじゃ。よし、次、ボルツ。よし、行くよ。もう本気でやってるから、本当にこっちは。よし、相手のコートが一緒じゃない。コート合わせようぜ。なあ、ドンキーの BGM 聞きたくねえの、コンピューターは。行くよ。ほら、はい、フィジカルお化けからのパーフェクト。まあ、そんなうまくいかないな。で、ここ奪えたらラッキー。まあ、無理よ。で、おいえ、オッケー。ダッシュした時狙い目だね。はい、で、ここシュート。あー。今入ったかと思った。若干惜しかったよね。で、ここを、はい、おーっと、避けられたね。待てよ。避けられてるね。避けられてるけど、おーっと、うまい。いや、それはうまい。今のはちょっと、ブンブンも攻められない。今のはうまかった。パスからの、はい、キック空中で決めて、ブンブンが弾き飛ばされたところに入れていくと。うまいね。それは勝てないね。パーフェクトシュート!このね、脳筋戦法じゃ無理なんだと思う、多分。あら、ちょっと待てよ。ほら、で、ここで、待て。落ち着け。ボムあるよ、こっち。ボムあるよ。はい、ボムでそこ破壊しといて、ふっぱ、うまっ。ちょっと、オッケー取った。ここでパーフェクト。まあ。はい、で、ここ、フィジカルお化けが炸裂。なんで前に出てる?で、こう、あー、今のパス決まってないか。今のパス決まってないんだね。うわ、危ない。うまっ。今のはブンブンありがとう。あ、取った。ナイス。で。はい、ここ、とりあえず緑、赤。待て。危ない。あー、ちょっと待って、ハイパーストライクを決めたいの。MK さんは、ハイパーストライクを決めたいだけなの。で、こう、やばい。こう来て、赤コーラあるよ。ちょっと待って、走れ。いや、ブンブンに取られた。ブンブンに取られてなかったらあった、今。ちょっとマジか。あー、しゃあねえな。で、ここで、うわ、うまっ。さっきから。パーフェクトシュート!オッケー。待って、1対1ね。まだ、こっから。こっからよ。
みんな、あと2分33秒。いける。なんて言ったってこっちはフィジカルお化けだからな。で、パスしてパーフェクトシュート。待てよ。よし、まだいけるよ。シュート。今のは、今の無事か、マジか、無理か。はい、ここはスピードキノピオで追いついていく。ちょっとあんまり意味なかったけども。で、ここはい、緑コーラからのパーフェクトシュート。オッケー。どう？どう？この MK さんのこの戦略、さっきから上手くない？いや、上達してんの、私もやっぱり。ね、ただただやってるわけじゃないから。ほら、で、こう来て。こう来て、あ、もう、それは読めません。で、パーフェクトシュート。よし、いけ、よし。だったら取れ。だったら、よし、よし、ナイス。で、それさえ取れれば、こっちのも、OK、いった。うん、ま、うま、う、今の運だろうが。ちょっと、今の、あ、今、あ、あ、ありがとう、弾いてくれて。で、ここで、あ、いった。待てよ。ロゼッタ来てるけど、ロゼッタ来てるけど、ロゼッタ危ねえ。今すり抜けてたね。1秒遅かったらやられてた。いや、0.5 秒だったろ、今。うわ、でもね、これね、オレンジ水色なんですよ。オレンジ水色は入るかどうか、正直微妙です。これは微妙ですよ。ちょっと待って、先にこいつら倒しとこう。フィジカルお化けで、ちょっと待って。やべ、フィジ、やべ、弾かれた。蹴ろ、バカ、ちょっと待って、ここ、おら、あ、なんでだよ、ずるいだろ。ちょっと、いいや、待って、今のやばくね？今のずるくね？で、あ、やべ、ほら、いいよ、はい、で、こう、あ、なんで取れてない？なんで取れてない？はい、で、こう来て、待って、だったら、オッケー、ナイス！そこ、そう、いい、オッケー、あ、危ね、今の決まんなくてよかった。で、こっち取ってるんで、あるよ。全然ある、これいった、うわ、早っ、復活、おら、で、ここで、パスして、ここでやっていく。あ、待って、もうねえじゃん、もう。まだあると思ってたわ、今。まだあると思ってたらなかったよ、もう。落ち着け。ほら。あら、あ、ナイス、赤コーラ誘導でした。で、こうってパーフェクトシュート。で、クッパ、なんで持ち場離れた、今。で、パーフェクトシュート、オッケー。待って、クッパ持ち場離れんな、マジで。ちゃんと見とけ、チームメイト、キャプテンだろ、お前。ちゃんと見る。おー、威嚇してった、かっこいいね。よし、行くよ。緑コーラがある。あと53秒。これさ、2点差開いてっから勝ってると思ってるし、みんな。マジで甘いよ。こっから、ほらね。ちょっと待って。ある。マジでこれ、やられる。これマジでやられる。落ち着け。総裁、赤コーラ。もうこれぐらいやんないとダメ。で、パスして、パス、やばいって。ほら、で、待て、あ、やばい。オッケー、ナイス。じゃ、取られてるよ。ほら、危ねえ。本当に危ねえ。パーフェクトシュート。からの、キノピオ曲が、キノピオ回った。パーフェクトシュート。うーわ、なんで？いや、でも、いい。ハイパーストライクを防げただけでもだいぶでかい。なんで？ちょっと待って。いやー、まだハイパーストライクあるよ。まだハイパーストライクあるよ。こう来て、やばいって。ちょっと、危ねえ。待って、これ、ハイパーストライク決められて、普通に1点取られたら負けるからね、本当に。落ち着け。バナナ？で、ダッシュで、前に上がれ、キノピオ来てるよ。で、クッパパスして、パーフェクトシュート。オッケー、待って、一旦勝ったでしょ。あ、危ねえ。ま、本当に。いや、今みんな、いや、大丈夫って思ってたでしょ。あ、マジでダメだからね。やられるから。これ、ギリギリの戦いだから、これ。点差は2点だけど、もう、実際の点差は 0.12 とか、そんなもん。何その数字。よし、行くよ。落ち着け。勝てる。ここまで来たらもう MK さんは勝つしかないんだ。相手は誰が来る？どっちが勝ったの？はい。どっちが勝った？お！合ってない奴らだな。いや、違うな。最初勝った奴らだな。最初勝った奴らか。よし、行きましょう。フライヤーズ。マリオ、ピーチ、ワリオ、ルイージ。なんか、懐かしのメンツですね。こっちはロゼッタというね、あの、ニューカマーがいますんで。ステージは最後まで合わないと。これさ、相手のチーム名によってステージ決まってるっぽいね。なんか、そんな気がする。よし。行くよ。相手もギアゴリゴリも当たり前だな。で、一旦取らせてからアタックするのがコツ。で、パーフェクトシュートがコツ。で、蹴っていくのがコツ。もう、なんかさ、相手の部分さ、倒れるところのさ、あれが、こう、うまいよね。倒れ方がうまいんだよね。何あれ？どうすりゃいいの？あら！ちょっと、キノピオちゃん。あら！ブンブン取れ！何？お前さ、そこで突っ立ってないで取るんだよ！そこで突っ立ってないの、ブンブン。ちょ、キーパー鍛えねえといけねえな。ほら、ここ、さっき言ったの、取るの突っ立ってないで。マジパーフェクト。ああ、マジちょっと待って。やられたな。うれい危ない。で、ここ、ロゼッタで取って、パスして。ああ、待って。危ない。本当に危ない。落ち着け。
パスでこう来て、あーなんで自分で食らった、パスして、あーキャッてトトトトトよし OK でパスしてパーフェクトシュート、まあ無理だよな、この距離じゃ無理だよな、はいパス、あーあんまり決まんないね、うまくね、はいで落ち着け、落ち、って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 、危ない危ない危ない、よし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 のフィジカル、よしのフィジカル、ここここここマリオ、ちょっと待って、やばいやばい、よしやばい、待って、こわちょっと今のはわちゃわちゃしすぎ、マジちょっとわちゃわちゃしすぎたな、範囲としてはわちゃわちゃしすぎました、落ち着け、ここ、こう来てパー、うまくね、なんかなんかうまいんだよな相手、なんかすごいちゃんとしてるよね、でもよし、いや、あぶ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 、ブンブン、ありがとう、今のヨッシーの一発なかったら無理だったね、ここ投げて爆発させとく、で赤コーラも投げてからこうする、確実っしょ、はいはい、うますぎです、うますぎました、 MK さんどうですか今の、すごくない今のこの水色水色ファインプレーすぎ、よしいけるよ、これさ今これで2対2でしょ、でも2対2なんだ、今勝ってるつもりでいたわ、2対2なのこれで同点なの、相手やばくね、いくよ、まあ決勝だからな、ほらでこう来てパーフェクシュート、まあ、あとはい、なんかさ相手のそのさ倒れ方がさこっちの部分の倒れ方と違うんだよね、いつもパーフェクトシュート、あまた惜しい、惜しすぎる、惜しすぎ、待てよ、ほら、あ避けられた、避けられたね、避けられたね、避けられたけどこっちのもん、あまずちょっとちょっとちょっと、あぶね、よしナイス、でここ、あクッパにパス回せって、あぶねえな、やばい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 、キノピオ走れキノピオ走れ、でこっちパスやばいって、キノピオちゃんてかクッパだよ、クッパ、クッパが今さ右下のとこ陣取ってなきゃダメよ、そこパスするんだから私は、まあ、でもそんなこと言ってもしゃあないな、こう来てパーフェクトパス、オッケーで待てよ、うらうらうらで待て、あら危ない、ちょっとなんでなんでそっち行った、なんでそっち行った、でここヨッシーが取ってくれた、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待て、あアイテム使えばよかったな、アイテム使ってオッケー来た、ここでやべえルイージ来てるよ、はいはい、うますぎます、どう、待ってキノピオのパーフェクトシュートいける、なんかいや別にキャラクターによってとかないけどキャラクターによってとかないよ、あのテクニックが高ければ高いほどあの水色のゲージはあの大きくなるけど、それだけだよだからキノピオが決めやすいとかないはずなんですけど、なぜかキノピオが決めやすい、 MK さん勝ってるよ、ほら落ち着け、ほいおいパーフェクト、うん、まあまあまあ、まあ、はいここ弾いて、うわうまいね、ここでダッシュ、あーダッシュだ、ダッシュ、おおえは今の何今の何、えびっくりした、はいでここクッパに、あーやっぱねこっちねパス力が弱い、これ今後の課題、パス力が弱いっす、こっちパスの数値が高くないから普通に相手にね割り込まれるんだ普通に、あーた本当にさっきからブンブンのおかげです、ありがとうブンブン、あぶねぶねぶねいやいや今のはもうブンブン頑張った、私が悪い、私があんなになるまでほっといたのが悪いです、こう来てパーフェクトシュート、あー無理か、でここほらこう来てパーフェクトシュート、待てよ待て、あだったらだったらそれ、うーわ取られた、うわよし危ね危ね危ね、本当に危ね本当に危ね、ちょっと待てよちょっと待て、危ね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 、落ち着け落ち着けよ、落ち着け落ち着け落ち着け、クッパほらやばいって、ねてててて、危ない危ない、ダッシュ、怖っ怖っ、ちょっと待って、よし取った、ダッシュダッシュダッシュ、走れ、もうなんで抜けれない、ほらもう結局ねパス回しが上手いの相手が、でここでうわ誰もいねえんだよな、誰もいねえんだよ、こうなった時に、こうなった時に誰もいねえの、うちはこうなった時に誰もいねえの、クッパもう今ちょっと誰もいねえんだよな、で落ち着け、はい赤コーラ出した、うーわうんま、ちょっと待てよ、ちょっと、でも取った、でも取った、やばい、危な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 い、ブンブン、ありがとう、ありがとう、ブンブン、ありがとう、ブンブン、ありがとう、ブンブン、オッケー、で、こう来て、落ち着け、こう来て、ここで、あー、うまいね、ほら、で、待って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 、はい、こう来て、ここで決めます、やばい、だ、あー、うん、焦りすぎ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 たけど、これ入ったら勝ちだから、これ入ったら勝ち、でも、めちゃくちゃ焦っちゃった、今、焦りすぎちゃった、今、やばい。これ入るか、かなり微妙だと思う、ちょっと待て、ほらほらお前らどっか行け、お前らどっか行け、でここでほら、あーやっべくっそ、今のが今のが入ってれば、ちょっと待て、まだあるよ、まだあるんだな、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、こっちパーフェクトあります、こっちパーフェクトストライクあります、
待てよ、こっちパーフェクトストライカーあります。はい、ここ弾いて渡せ渡せ、ナイス。でここ走って、赤コーラあるっしょ、赤コーラここで打つっしょ。はい、でここで、はいはい、オッケー、勝った、あぶね、よし、ありがとう。うわ、でも今のももう MK さん、マジ緊張した、今の、今止めるとこめちゃくちゃ緊張した。今のすごくない？今のさ、やばくなかった？今の水色水色、マジで今本当に全神経研ぎ澄まさせて押したからねもう本当に今日の集中力使い果たした、今の押しで。オッケー、クッパーかっこいい、あんたがナンバーワンだ、すごい。今いやハイパーストライクで決まると嬉しいね。でここ、はい、ピーチ、うわー、なんで相手の、なんで相手こっちの、あのハイライトを見せてよ。はい、ということでボール支配率もこっちが勝ってる、もう圧勝じゃないですか。ほら一回も負けてないよ、すごくね、一回も負けてない。はい、これでなんとかキャノンカップ制覇しました。オッケー、いや強かった。お、黄金のあれですね、あのなんか銅に見えるけどな銅に見えるけど、まあ黄金なんでしょう。1000コインももらえんの、ありがとう、1000コインもらった。ちょっとこれでさ、ギアの調整またやっていきましょうか。うわー、このチェックマークが見たかったんです、 MK さんは。ギアセッティングの方じゃちょっとだけやっていきたいと思います。これさ、ちょっとパスを高いやつ作った方がいいと思う。パスとスピードがもともと高いのはピーチか。もともとの数値で言うと、うわ、ドンキーもありっちゃあり、あとは悪い字も、まあ元の数字は悪くない。でもピーチかな、そうだね、パッと見ピーチだ。よし、じゃあピーチの、まずフィジカルじゃなくて、パススピードは下がらない方がいいんだよな。パススピードを上げてテクニックを下げる、これでいいんじゃない。あとは、あ、全部下げるか。じゃあこれ一旦来ましょう。スピードを上げてテクニックを下げると、はい、これをじゃあまず装着する前、見えないね。で、ここからシュートを下げてパスを上げる。いや、シュートを下げるのあんましない方がいいかもな。スピード上げてフィジカル下げる、これにしよう。はい、ターボグローブこれをつけまして、であとパスを上げてフィジカルを下げる、まあそれしかないね。はい、じゃあパスを上げてフィジカルを下げる、で、あ、おちゃ、あ、ボディか、ボディが、あ、これだね。パスを上げてテクニックを下げる、はい、どう？これでスピードが21、パスが17になりました。キノピオがどうだったっけ？で、22、17。うわ、20、うわ、キノピオの方がいいのか、これだと。これだとキノピオの方がいい。もうちょっとこれ調整しないといけないな。これを、この兜をうまく使うか。21、18になる。19、待てよ、もともとが今？これだから、あー、そういうこと。ちょっと待って。アームのここが、テクニック意味ないね。ボディのこれが、フィジカル意味ないね。レックのこれが、スピード上がる。スピード上がって、あー、そういうこと。あー、微妙すぎる。とりあえずじゃあヘッドを、これにしよう。そうすれば、ちょっとダサいけど、パス21、スピード18。で、ここからアームを、これにするとスピード、ああそうだよね、これはもうしょうがないよね、これはこれにするしかない。ボディが20、17、いやーこれだろうな。21、18で、これもパス上げる、20、19、21、18にするか、20、19にするか。あー、でもね、20、19ありな気がする。でもパスが高いのも見てみたいっちゃ見てみたいな。これでいくか。よし、これでパスが21、スピード18、キノピオがスピード22、パスだから、キノピオよりも若干パス寄りでも、スピードも捨てたくない、そんな感じ。シュートがね、でもシュートはキノピオと一緒か。テクニックが若干高い分、フィジカルが少ないと。もうちょっとパスに回してもいいような気もしなくもないんですけど、もうちょっとパス回すだとしたらこれか。スピードを下げてこれフィジカル上がるからみたいで、これがもともとこうなってるから、あ、全部フィジカル、あー、そっかそっかそっか。こうすれば、はい、23、16で、これでスピード、あー、そうなるよな、もう、あー、これやっぱりね、上手くなってるんだわ、ちゃんとなってるわ。これだ。じゃあよし、パスが23、
ピードが16。これでどんなもんか、今のキノピオのかなりパス寄りで、フィジカルとシュートは変わんないけどテクニックが若干高い。よし、じゃあちょっとキノピオの代わりに次回はこのピーチを入れてやっていきたいと思います。そんな変わるかな、どうだろう。なんかさ、オールラウンダーのやつを上げた方がいいのかもしんねえな。今お金どんだけある？あと300しかねえか。ちょっと無駄に買いすぎたね。ちゃんと計算して買えばよかった。あ、まあでも今更言ってもしょうがない。よし、じゃあちょっと次回キノピオの代わりにピーチにしてやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。次はもちろんこちらチェーンカップですね。うわ、パス回し、相手がパス回しか。いやでもシュートよりはなんとかなると信じてやっていきましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。